インプリ5人の再会への期待が高まる。岸優太、長瀬角、高橋山の年内の誓い、実現なるか。2022年末のジャニーズ事務所の大きな変革に伴い、今年の大晦日は従来の監修から外れ、紅白歌合戦とカウントダウンコンサートが見送られることが明らかになりました。 この中で注目を浴びるのはグループキンプリのメンバーたち、特に岸優太、長瀬角、高橋山の3人による再会の可能性です。彼らはかつて同じグループで活動していましたが、事務所の方針の違いから一時的に分裂。しかし、その後の動向から再び5人が一堂に会する可能性が浮上しています。 ファンたちは大晦日に5人のキンプリが再び集結することを期待しており、その期待がどれだけ現実味を帯びているのかを探ります。約束の再会の舞台、NHK 紅白歌合戦とカウコンの見送り今年の大晦日、キンプリのメンバーたちが従来の紅白歌合戦やカウントダウンコンサートに出演することはなく、 代わりに活動が見送られることが発表されました。これにより、彼らには通常のスケジュールの中で過去には難しかった再会の機会が広がった形です。特に岸優太は紅白歌合戦の舞台裏での活動やカウントダウンコンサートへの参加が以前からお馴染みでしたが、今年はその舞台に立たず、代わりに他の活動に集中することになりました。 年内の誓い、岸優ユタの言葉とファンの期待岸優ユタは過去のラジオ番組で長瀬門と高橋山との再会をファンに語っており、特に今年中に5人での食事会を実現することに期待を寄せています。岸は、任せてという言葉でファンの期待に応える姿勢を見せ、その言葉通り再会を果たすのか注目が集まっています。ファンたちは SNS へで、 紅白やカウコンがない今、5人での食事の報告を楽しみにしており、シユうに対する期待が高まっています。彼らがこの年内の誓いを果たすことでファンとの絆を深め、グループとしての未来への期待も高まることでしょう。 今年の12月がスケジュールの調整しやすい理由紅白やカウコンがなくなったことで、金プリのメンバーたちは通常よりもスケジュールに余裕ができたと考えられます。特に今年の12月は、シユうが高橋山の今年中でいいという約束を果たすのに最適な時期と言えるでしょう。これまで方向性の違いから一時分裂してしまった彼らですが、 メンバー仲の良さは続いており、岸優太のスケジュールが合えば、再会が実現する可能性が高まります。そして、ファンたちはその再会を心待ちにしています。5人の再会が期待される背景かつて、旧ジャニーズタレントが脱退したメンバーと再会することは多分視されていましたが、最近ではその傾向が変わりつつあります。 例えば、ニュースの小山慶一郎さんが自身のインスタグラムで事務所を退所した山下智久さんとツーショット写真を公開するなど、元メンバー同士の交流が一般的になっています。金プリの5人が再び一堂に会し、その様子を公式 SNS で共有することも十分に考えられます。ファンたちは、 彼らが再び5人で映る瞬間を待ちわびており、これが実現すれば、グループの普遍の友情は改めて証明されることでしょう。今年の大晦日は、通常の紅白歌合戦やカウントダウンコンサートが見送られ、ファンたちは金プリの5人による再会を期待しています。 岸優太が長瀬角と高橋山との年内の誓いを果たすために12月がスケジュール的に調整しやすい状況となっています。ファンたちは5人の再会がグループの未来に希望をもたらすと信じ、その瞬間を待ちわびています。金プリの再会が果たされ、普遍の友情が輝く瞬間に期待が寄せられています。瞬間